クワバタのバタ友になってくださいということでですね、今月はこの方々がゲストです。どうぞ。メクティー。あ、氷金属のたけしさん。氷金属のたけしさんがさんまさんをいじろうとしてる時のダンス登場の仕方。いいのいいのですよ。やんなくて。たけしさん。どうもお願いします。ありがとうございます。こちらこそですよ。いや、もう品川庄司さんに来ていただけるなんてもう本当にありがたいです。いいえ、とんでもないです。最初に言っとくけど、僕たち数字ないですよ。そんなんじゃないです。もう私がもう本当にもうこういう機会もなと絶対いろんなお話聞けないなと思ったので。ミキティ。いや違う。違うわ。かわいそうだわ。いやちょっとわかるわ。そのツッコミ間違いでもないよ。本当に今日本当に楽しみです。いろいろお話聞きたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということで改めまして品川庄司さんですが、乾杯よろしいですか。はい、もちろん。もう本当によろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや嬉しい。これね、うん、もう芸歴何年になるんでしたっけ。28年目だと思います。でうちがもうコンビ校で、私がもう芸歴、まあ、ちょっと先輩やということがちょっと分かったんですけども、これね、桑畑、小原、品川翔ってみんな名字じゃないですか、うんうん、なんで名字、名字にしようと思ったのかなと思って。いや、それはね、うん、なんかありました、候補のコンビ名あったし、うん、なんかホワイト、それぞれ別で NSC でやってたね。で、NSC ってネタ順をホワイトボードに書くじゃないですか。そうです、そうですね、うんうん、で、一回ちょっと試しにやってみようみたいなので、本当に試しにやってみようみたいな。で、コンビ名もなく、うん、じゃあ品川と庄司でいい、品川庄司でとりあえず仮で書いとくかって、はいはい、書いて、うん、でそれが受けちゃって授業で。そう、え、それどういうこと。ネタ合わせ全くしなくて。いや、もちろんネタ合わせしたんだけど、ね、うんうんうん、コンビ組もうっていうより、なんかちょっとこれ NSC の生徒同士、俺も他でやってたし、庄司も他でやってて、うん、で、まあ調子良かったんだけど、なんかこう練習嫌いだなとかいろいろあって、うん、それがまあちょっと鬱憤が溜まって解散して、でバイト先に鍋プロでやってるなんかお笑いの子がいて、その子に誘われてたの、うん、だから辞めるわって言ったら、なんかすごい庄司が誘ってほしそうな目で俺をすごい見てて目だけね、いやいや、うん、でまあじゃあやってみるみたいな感じになって、うん、でまあ適当にじゃあ品川庄司でいっかみたいに書いて、そう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 。で NSC 時代の時に、なんかお客さんの前でネタをやりましょうみたいなので、うん、そこでお客さんのアンケートが1位だった。すごい。それでまたもうちょっとやってみるみたいな、うん、でコンビ名どうするみたいな、まあでも今いい感じだから品川庄司のままでいいか、うん、みたいななって、うん、いやね、あの1回ね、ミサイルっていうコンビ名で、うん、テレビで出てネタで、うん、ですぐ負けたで、縁起悪いっつって、もうこのまま捨てようっつって、うん、俺たちの負けの歴史をなくす、うん、っていう意味でやめた、うんうん、でしばらく品川庄司やってたら、今度テレ朝のプロデューサーに、うん、お前ら品川庄司ってなんか古いよ、古臭いよっつって、うん、コンビ名つけろって言われて、2人でな、うん、喫茶店でずっと考えてたら、うん、あ、ありがとうございます。おしゃれでありがとうございます。うわ、うまそう。喫茶店でずっと考えてたから、うん、なんかね、オレンジジュース、もう最終的にいろいろ出し合って、オレンジジュースってコンビ名、そうそう、なんか全然かわいいし、オレンジジュースみんな知ってるし、うんうん、でオレジュって訳してもらえるから、訳されるしみたいな。でオレンジジュースで持ってったら、うん、なんかダサいって言われて、ダサいって言われて、でまた同じ喫茶店行って、うん、どうするって言って、うん、でもう喫茶店にいるから、じゃあ次レモンスカッシュで行ってみるかってレモンスカッシュって言いに行ったら、いや、それもダサい、いや、レスかって言われるしとかって思って、うんうんうん、だ多分今日そういう会議してたらアジフライになってた揚げたてで美味しそうだね。目の前のものからね、そうそうそう、抜けれなかったの。桑畑小原さん、いや、私はなんか候補とかあったんですか。ありました。ていうか、いや、私がじゃあ喋ってる間に食べていい、うん、もう熱々食べたいってずっと言ってたから私がもう長く喋りますから先生ちょっとごめんね。それこそね、私あのもともと吉本いた時はテディベアっていうコンビで、テディベア、かわいいでしょ。テディベアで、私がリエで、相方はミチ、リエ、はい、どうもテディベア、リエです、ミチです、よろしくお願いしますってとこで漫才入ってたんですよ、うん、だから同期はテディベア、リエっていう、私同期は、同期は私のことリエちゃんかリエです。ええー、徳井さんとか
徳井くんはね、あの仲良くなかったから、桑畑、うん、次課長の河本くんは、理恵ですね。あー、言ってたような気づいて。河本さんは下の名前で呼ぶ癖ありますもんね、うん、そう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 。ミキティのこともミキって呼んでます、うん、あれそれなんなんやろ。俺のこともヒロシって。田舎の中学生にありがちな、もうその名前にある。ほんで、うん、やってて、ほんで次コンビ組む時は何かいろいろ考えようってなって、桑畑小原の前に、うん、ほんで、うちの相方のお母さんがめちゃくちゃ占いが好きで、うん、小原雅子っていう自覚も有名な占い師さんに見てもらったんですって、うん、ほんで小原雅子って見たら大吉、もうすごい、ね、じゃあ桑畑小原も見てもらおうって言ったら、一回見てもらうのに10万かかるんですよ。それほんでね、すごい人やって言うから、で10万円で見てもらうってなったら、なんか当時ファックスでパーッと怒られてきたのが、ティアラティアラ、ティアラティアラ、ティアラティアラ、もしくはティアラ9、ティアラ9、なんでかって言ったら、とにかく、18画がいいらしいんですよ。18画は大器晩成で、うん、年いけばいくほどこう名前が上がってくる、桑畑小原という名前が上がってくるって言って、18画でいいんやったら自分らで考えようねって言って、いろいろ考えたら、カタカナで桑畑小原って書いて18画になったんですよ、うんうん、これでええやんって言って、ほんでもう立ち位置 もう名前も名前とこう耳が一緒やったら覚えられやすいし、ほんなもカタカナで桑畑小原に行こうってなって。ティアラティアラ、ティアラティアラじゃないな、ティアラティアラじゃない、ティアラティアラでーって言ってますけどね。どっちがティアラでどっちがティアラやなんて言うてますけども。声が違うな、うん、でも今ね、芸歴28年って、いや今でこそあれですけど、私ね、うん、若手の頃とか、うん、一番きつかった仕事とかあります？いやいや、芸人って今でこそなんかあれやけど、めちゃめちゃ昔ってすごい、めちゃめちゃやらされてた。やっぱ忘れられないのは、うん、その火だるまさんが転んだって言って、いやもうナイミングが火だるまさんが転んだ、いやその女の子が振り返ったら俺が燃えてるっていう、火だるまさんが転んだっていうのがあるんだけど、ほんで火だるまさんが転んだって言ったら、こう寝そべって消化するっていうのなんだけど、それ冷静にしゃべるのやめてもらって。いや本当にその頃のバラエティちょっとどうかしてたからね。どうかしてるんですって。でその準備してる時に、うん、そのスタントマンの人が、はい、品川さんすごいですねっていうか、何がですかって言ったら、うん、そのヘルメットとかなしで体に火をつけるっていうのをスタントマンじゃなく芸能人がやるの多分世界初ですよって言って、いやいや聞いてない聞いてない聞いてないと思って、ほんで両腕に火がついてんだけど、こう火が顔の方に来た時の注意点として、はい、避けてくださいって言って、無理でしょ。ほんでこっちも燃えてるから、うん、こっち避けてもこっち火があるし、そしたらね、もう火だるまさんが転んだって言って女の子を振り返ったら、あ動いたって言ったら俺倒れんのね、うん、で消火なんだけど、もう女の子があまりにも燃えてるからもう固まっちゃって、でも俺もうその子が動いたって言わないと消化できないから、だからもう全身火だるまの男が、いやもう言ってたよ早く余計怖いやろなものなあ、うん、早く俺消せないから。ほんでそれ あれですか、スタジオでみんな笑ってるみたいな感じ？そんなに受けてなかった。いやだー。あとは庄司のな、スキューバーダイビング。スキューバーダイビングで、俺はだからそれだけ聞いたら楽しそうですけどね。スキューバーダイビングの流氷ダイビング、うん、流氷の中入っていって、氷に穴開けて、氷に穴開けて、うん、で先輩にバフンウニを取りに行くっていう2人でロケ、うんうんうん、で品川さんはスキューバーダイビングのもうインストラクターの、今インストラクター、はいはい、免許を持ってて、うん、俺はもう初めて、うん、で取りに行ってくれって言って、うん、で穴を開けて、うん、でスキューバーダイビングって普通の流氷ダイビングじゃなかったら潜っているところから上がればいいじゃないですか、うん、でも流氷ダイビングって一つ穴を開けたら潜ったところからこう、うん、穴に出ていかなきゃいけないから、怖い、その恐怖があるのよ、うわ怖い、うん、真っ暗だし、うん、割れへんでしょこのパンチじゃね、そう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 、うん、で当時のバラエティは本当どうかしてて、うん、何も講習受けずに、うん、いきなり全部つけられて、バババってつけられて、うん、潜れっつってブワーッて入れられて、入れられて、で、あ、やばいやばいって言って、もうパニック状態で、今絶対ダメだと思う、で、ぐーっ
ってこう髪なんかレギュレーターを、ね、レギュレーターを髪なんかこうやって絶対生きてやると思いながら笑い取ろうとかしてる絶対生きてやる。でもそのレベルよこんなところで死んでたまるかとか思いながら、でもなんかもううまくこう入れないからこう腰が浮いてきちゃうんですよ、うん、そしたら、そうそう品川さんがファーッとこう横についてきて、うん、こう腰をこうって浮く、たまたまインストラクターだから俺は、うんうんうん、落としてくれる。そしてスタッフさんもあんまり俺に指示を出してくれないからどうしようかって思ってこう迷ってると、うん、スタッフさんからその水中カンペみたいなのを取って、うんうん、こっちに来いとかって言って、うん、すごい指示、うんうん、すごい優しいの水中はね水中は優しかった。品川庄司水中だったら天下取れそうじゃん、しゃべれるぐらい優しい、うん、陸上になったらすごい厳しいから。水中はね、水中がめちゃめちゃ優しくて、うん、こんなに優しいんだっていうのもあったけど、本当に死ぬかと思った、これは。いや、でもないでしょ、あんまりそんな過酷な体張る。やる抜きっていう番組があって、やる抜き、本当にね、もうスタッフさんが頭おかしい、うん、まず、ジャイアントスイング1000回回されるっていう。もうそれは、なんかそういう屈強なマッチョに、それがヤルセナスの石井さん、うん、石井さん、石井君もきついでしょ。私も重いし、石井さんと私で、私もプロレスの格好かなんかしてて、お互いしてたのかな。ほんでなんかこの健康ランドを24時から借りて、うん、畳の大広間、そこで2人で、もう私が寝転がって、うん、で初めはなんかもう怖い怖いとか言ってるんですけど、健康ランドの時間もあるし1000回やから、もうとにかく早く回してくれみたいな感じで最後の。いや、それよくないよ。きついな。でその前はフレンチキス1万回っていう1万回、それは相手とか芸人、それまた石井さんです。石井番組なんですか。やる抜きですか。やる抜きなんだよ、やる抜き。本当に初めの1回目とかもなんか私もとか緊張して、向こうも、でもなんかもう3000回ぐらいはもうこんなんなるんです、もう慣れてきて。でもラスト10回がなんか悲しくなってきて、もう終わるのか、うん、ほんで全然石井さんのこと好きちゃうかとの、家帰ってやるせなす石井で検索して、で今日はどこどこの好きになったの、ちょっと気になる存在に。じゃあ当時やるせなすの石井くん好きだったの。そうです、それでそのチップ中1万回もしたら、好きになっちゃいますよあれ。ずっとおるし。でも石井くん側はどうだったのその時。いや、彼女おったんちゃいますか、ね、あ、そうなんだ。ってやっぱ1万回ってもう最後はこう首持ってくれる、うん、こんな傷で1万回になるから、うんうん、そんなにさ、例え話で首持たれてるのに体預けないことある私も、ね、結構力入れたんですよ、びっくりともしなくて。びっくりしたよ、だって桑畑さんにさ、ここ俺ミキティもこのスタイルないから。あ、ミキティもない。ミキティからの結婚して15年だけど、女性にさこここう持たれたの初めてだからさ。わかんない、今日桑畑さん家帰って庄司検索一回で、うん、次回はですね、はい、まあ、品川庄司さんのチャンネルの方でも聞いたんですけど、うん、まあ、コンビ仲が悪かったけど今仲いいけど、うん、なんでかなとか、あとなんか自分たちが憧れる先輩、うんうん、まあ、そういうお話をちょっとお伺いできたらなということで、はい、今回ありがとうございました。ありがとうございました。